ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、Xbox のイメージって何かあるか？何もないわ。そんなことはないだろ。違うわよ。私も周りも持ってないから評価をつけられないのよ。ああ、そういうことか。確かに日本ではそうだな。日本では？世界だと任天堂やソニーと対等な売り上げを上げているんだ。そうなの？でもなんで日本では全く売れていないのかしら？じゃあ今回はそのあたりも含めて Xbox を紹介していくぜ。Xbox なんだが初代は2002年に発売されたんだ。この頃は PS2 やゲームキューブが現役だったのよね。そうだな。任天堂やソニーが争っている中でマイクロソフトが乱入する形だな。マイクロソフトって Windows の会社でしょ？ Xbox の開発、販売はマイクロソフトだぞ。え？そうだったの？でもなんでまたそんなことになったのよ？これは少し経緯を話さないといけないな。実はマイクロソフトはこれより前から、ゲーム業界に参戦していたんだ。霊夢はドリームキャストというゲーム機を知ってるか？あれよね。セガから発売された時代の最先端を言ったゲーム機よね。確かにネットに接続できたりと当時はいろいろ最先端のゲーム機だったな。ただ最先端すぎた結果、売り上げとしては失敗に終わってしまったんだ。そうなのね。でも今回の話とどんな関係があるのかしら？実はな、ドリームキャストの OS の部分はマイクロソフトが作成していたんだ。OS？ オペレーションシステムの略だ。機械の制御システムだな。例えば iPhone なら iOS っていう OS がある。その機械の脳だと思ってくれ。じゃあドリームキャストはマイクロソフトとセガがコラボした商品だったのね。その通りだぜ。たださっき説明したんだが、売り上げとしては失敗に終わったんだ。そこでマイクロソフトは自分たちでゲームを作ろうと考えた。これが Xbox だぜ。ドリームキャストの失敗がかなり納得できなかったのかしら？まあパソコンで圧倒的なシェアだからな。納得はできなかったんだろう。とはいえ、開発には紆余曲折あったんだ。どんなことがあったの？いくらパソコンで圧倒的なシェアでも、ゲーム業界では新参者に過ぎない。そこでマイクロソフトはソフトメーカーや、ゲーム会社を買収しようとしたんだ。え？会社を買おうとしたの？何のメリットがあるのかしら？専用のソフトが欲しかったんだ。ますますわからないんだけど、例えばプレステでマリオシリーズは遊ぶことはできないよな。マリオは任天堂のキャラクターだもの、当然のことだわ。ということはマリオを遊ぶためには任天堂ゲーム機を買わなければならない。つまり会社を買収して、Xbox 専用のゲームを作ろうとしたってこと？その通りだぜ。ちなみに結果はどうだったの？全くもって実らなかったらしいぜ。なんせ任天堂に買収の話をした際、任天堂の担当者は1時間笑っていた、なんて逸話も残っているみたいだからな。全くもって相手にされなかったのね。あともう一つだが、マイクロソフトの社長といえばビル・ゲイツだな。世界で一番の金持ちとも言われていた人ね。そんなビル・ゲイツは自社製品の Windows に絶対的な信頼を置いていたんだ。Windows が入っていない商品は、マイクロソフト社の商品としてありえない、というように考えていたらしいぜ。ということは当然 Xbox にも Windows を入れる流れになったのね。開発チームはそれを黙殺した。え？しかもその事実を新曲会議まで隠していたんだ。なんだかかなり問題になりそうなことが起こっているわね。そしてその新曲会議で当然ビル・ゲイツは大激怒。君たちには失望した、と開発チームに言い放ったらしいぜ。そこまで社長がブチ切れたらプロジェクト自体が飛びそうな気がするんだけど。だが同じ会議でソニーの PS2 が世界的にかなり売れているという話をすると、発言は一転するんだ、惜しみなく金は出すと言われたらしい。急に変わったのね。会議に出ていた開発チームの一人は、人生で一番無価値な会議だったと語っているぜ。あともう一つ話しておくと、Xbox の開発初期のコードネームなんだが、プロジェクトミッドウェイなんだ。なんかかっこいい名前ね。これはゲーム機とパソコンの中間を目指すというコンセプトと、日本への反撃という意味もあったんだ。日本への反撃？どういうことかしら？少し歴史に詳しい人ならわかると思うんだが、第二次世界大戦の戦いの中に、ミッドウェー海戦という戦いがある。この戦いにおいて日本は主力の母艦を失って、その後アメリカに追い詰められていく、それにかけた名前でもあるんだ。確かにソニーやニンテンドーへの反撃って意味では正解かもしれないわね。というか日本で売れないのは、明らかに日本に喧嘩を売ってるからなんじゃない？日本に喧嘩を売っているのではなく、相性が悪いという気がするぜ。次はそのあたりを紹介するぜ。Xbox が日本で売れない理由の一つ目は、故障が多いイメージだな。ああ、確かに故障が多いイメージはあるわ。でもなんでこんなイメージがついたの？まあ、実際に多かったんだ。特に日本ではな。どういうこと？ Xbox は2002年に日本で発売されたが、ソフトに傷がつくという不具合が発生した。それに対してマイクロソフトは何の補填もしなかったんだ。え？ソフトが傷ついているのに？これにはマイクロソフト側にも理由がある。実はこの不具合の報告のほとんどが、日本人からのものだったんだ。え？でも日本よりも前に発売されていた国もあるんだよね。そうだ。逆に言うと先行して販売している国からはそのような不具合が報告されなかったからマイクロソフトはこれは日本人だけのものとして調査まで時間がかかったんだ。実際はどうだったの？結論から言えば Xbox 側に問題があったんだ。ロードをするときにクッションとなる
装置が付けられていない結果、傷がつくという事態になったようだ。さすがは日本人ね。さらに時は流れて2005年、後継機の Xbox360 でさらにイメージは、悪化どころかどん底になるぜ。そこまで言われるなんて何したのよ？レッドリングオブデスだ。え？何？あんた新しい魔法でも開発したの？違うんだぜ。これは私の新しい魔法ではなく、Xbox360 の不具合の名称なんだ。そうなのね。でもデスだなんて大げさすぎない？いや、この不具合に関しては名前が全てを物語っているぜ。というのもこの不具合なんだが、電源ボタンの周囲の色が赤く光るというものだ。絶対に危険な感じがするわ。そしてこのリングが出たら、その Xbox360 では遊ぶことができなくなるんだ。え？嘘でしょ？この被害に遭った人も視聴者さんの中にはいるかもしれないな。いやいや、こんな不具合がバンバン起こるなんてありえないでしょ？3割。ん？3割の確率でレッドリングオブデスに遭遇する。3割もあるの？クラスに30人いたら、10人がこの不具合に遭遇している計算だな。いや、割合が高すぎるでしょ？どうしてこんなことになったの？いや霊夢、ちょっと待つんだ。360にはさらに不具合があるぞ。いや、これでお腹いっぱいなんだけど。もう一つはソフトに傷がつくんだが、今度は日本人だけじゃなく、世界中で言われるようになったんだ。これに関しては集団訴訟が起こされているぜ。本当にどうしてこうなったのよ？理由はどちらも技術的な理由なんだ。レッドリングオブデスの場合は内部の熱が、排気されないことで起きる症状で、ソフトの件はそもそも固定する装置に不具合があった。そんな状態で発売しちゃったのね。これは故障のイメージがつくのも納得だわ。これに関しては、しっかりと対応していればまた違う印象になったとは思うけどな。売れない二つ目の理由は、大きくて重いだ。確かにそのイメージはあるわね。でも重いのならゲームキューブがあるわよ。なんせ漬物石や、ドンキって相性があるぐらいだもの。多分だがそれは別称って言うんだぜ。ちなみに重さだけで言えば Xbox の方が重い。そうなの？ Xbox は 3.8 キロだ。約4キロと考えるとボーリングの球の9ポンド程度だ。かなりの重さね。しかもそれだけ重いと大きさも大きいのね。この重さと大きさに関してはアメリカでは問題ないんだ。アメリカの住宅は平均して日本の住宅の約2倍程度だから場所を取らない。さすがアメリカね。でも逆に言うと日本には不向きよね。その通りだ。日本ではデカすぎてしまう場所がない。さっき言っていたけど、日本と相性が悪いっていうのはこういうことね。故障のイメージとデカいというイメージはなかなか払拭できない問題だな。ただ日本だけの戦略を考えた時にそもそも大きな問題があるんだ。大きな問題？それが3つ目の売れない理由、ソフトがないという問題なんだぜ。確かに Xbox のコーナーって見ないわね。そうだな、正確に言うと日本で遊べるソフトが少ない、だな。ん？何が違うのかしら？明らかに日本で売っているソフト数に差があるんだ。少なくとも Xbox のゲームと言われてすぐに思いつくのは3本ぐらいしかない。日本だけ仲間外れにされているのね。逆にどんなゲームがあるのかしら？例えばアイドルマスターなんて聞いたことあるか？あのソシャゲのやつよね。ソシャゲでもあるんだが、アイマスの家庭用ゲームは Xbox で発売されていたんだ。Xbox のゲームだったのね。自分がプロデューサーになって、アイドルをプロデュースする育成ゲームで、さっき霊夢も言っていたが、今は様々な媒体で展開しているというか、アイドル育成ゲームといえばこれ、ぐらいの知名度がある作品にはなっているな。意外なものがあったわね。他にはドリームクラブというゲームがあって、これも Xbox のゲームだ。これは知らないわ。これは紳士の社交場、ドリームクラブというキャバクラに主人公が行き、女の子と、恋愛を楽しむ恋愛シミュレーションだ。なんか斬新な切り口ね。非常に高い評価を得ている作品なんだ。なんだか定期的にやりたくなるんだよな。他には何かないの？あとは世界的に人気なゲームで、ハローというゲームがある。これは本当に画期的なゲームで、このゲームがなかったら昨今の FPS はないと、言っても過言ではないゲームシリーズなんだ。そこまですごいゲームなの？それまで FPS というジャンル自体が家庭用ゲームに合わないとされてきたんだ。それを覆したゲームといえば凄さは伝わるか？ FPS のパイオニアなのね。マリサ、Xbox にソフトがないって嘘じゃないの？さっきも言ったんだが、私がすぐに思い出せるのはこの3作品ぐらいだ。なんなら Xbox でしかプレイできないのはハローぐらいで、アイマスもドリームクラブも他の媒体で遊ぶことができる。なんだか人を選ぶゲームばかりね。少なくとも一般受けするゲームではないな。でも世界で売れているのならもっとソフトがあるものじゃないの？世界ではシェア3位ということもあって、ソフトが充実しているんだ。ただ日本ではやる気が本当にあるのか？ってぐらいソフトを出してないんだ。日本は無視されているの？少なくとも今の状況を見ると Xbox の重要な拠点ではない感じだな。ただ日本の Xbox のユーザーはコアなファンがめちゃくちゃ多い。そうなりそうよね。なんなら日本語ローカライズされていないゲームを入手して楽しんでいるぐらいだからな。すごい情熱ね。でもどうせなら日本語版を発売してほしいわね。でもそれも販売台数的に非常に難しいのかしら？実はだな、いい情報があるんだ。いい情報？実は最近日本で歴史的な出来事が起こった。歴史的？ Xbox の最新機であるシリーズ S が PS5 の販売台数を上回った。これは Xbox が日本に上陸してから20年目での快挙なんだぜ。ついに反撃が始まるのね。でもなんでかしら？
まあ PS5 自体の供給数が日本ではまだまだ少ないというのもあるんだが、実は Xbox はサブスクが充実している。そうしたものも含めると実は、Xbox シリーズ S はコスパ最強のゲーム機なんて言われていたりする。コスパ最強、そこまで評価を盛り返したのね。もともと、グラフィックは PS4 やスイッチよりも格段に上だったからな。もはや実写か?ってぐらいのクオリティのゲームがしっかり遊べて、しかもサブスクに入るとそうしたゲームを100本以上遊べるんだ。綺麗な最新ゲームをしっかり遊べるのはコスパ最強の名にふさわしいかもね。ちなみに Xbox シリーズ S の値段はどれぐらいなの ?32000 円程度だな。ちなみにスイッチは35000円、PS5 は6万円だ。要はスイッチよりも安くて PS5 並みのグラフィックでゲームが楽しめるのね。最強すぎない?コスパ最強の意味が理解できたようだな。まさにアメリカ軍がミッドウェイを機に、戦局を大きく傾けたように、このシリーズ S が大きなきっかけになる気がするぜ。今、私たちは歴史の転換点に立っているのかもね。ぜひ検討してほしいわ。ということで今回は今までは日本で売れなかったが、反撃ののろしを上げ始めた、Xbox シリーズの紹介だったぜ。やっぱり世界的な大企業のマイクロソフトだけあって、日本では考えられないような開発エピソードに笑ってしまったわ。逆に言うとこれだけ日本で売れなくても、後継機を製造できるのは、世界的に売れていることと、世界の大企業ができる技ではあるな。あとは日本のファンのためにもぜひいろんな作品の日本語版を作ってほしいわ。それは本当だな。日本で売れていないだけで世界では売れているから。そうしたゲームはいろんな意味で斬新さがあると思うぜ。今回は以上だ。初恋はアイマスキャラだった。って人は、チャンネル登録と高評価をしてほしいぜ。あと Xbox の名作ゲームを知っている人はぜひコメントをしてほしいわ。それじゃあ、次の動画で。またねー。